はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね試食動画を配信していきます。この動画はね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、まあ僕の体のことを考えるとですね、まあ、避けた方がいいかもしれないのがお菓子ということでね、まあ、最近ねそのお菓子作りの動画をね撮影してるんですけども、まあ、食べたくなったら作ってしまえばいいとね考えるようになりまして、まあ、でもねそのお菓子というのはね普段の料理と違ってですね、食材がどうしても、ね、糖質の高い材料になりがちですよね。でそれは今の僕には非常に怖いです。でも最近ではねそこまで怖くなくなりました。まあ、そのきっかけがあるんですけども、まあそのタイトルのね画面あるじゃないですか、サムネイルっていうんですけど、それを見てもらって、そのまあこの本ね、この本のおかげでですね、食べるものの考え方がねすごくね楽になりました。気が楽になったんですよ、すごいね。まあ、僕ってこんな体でしょでしょって言われてもねその分からんかもしれないんで、まあ、簡単に説明しますと、僕はねその白血病になってね抗がん剤でちょっと克服できなかって骨髄移植をねしてもらいました。でそしてその骨髄移植の副作用、拒絶反応、合併症をね抑えるために免疫抑制剤を飲んでおります。しかしね、その免疫抑制剤を飲んでるとですね、糖尿病になるリスクが高くなってしまう、働きがね、体の細胞内でね、起こってしまう可能性があります。で、みんながみんなそうじゃないんですけども、その糖尿病になってしまう原因としましてね、挙げられるのが食生活なんですよ。それでどんな食生活が起こってるかによって、リスクの高い低いがね、変わってきます。まあでもその、なんと言いますかね、その、この食生活に関してっていうのは、その病気をしているしてないは、まあ、関係なく問題になってきます。なので、健康的な人でも、食生活はね、一度見直してもね、いいんじゃないかなとね、思っております。今、免疫抑制剤を飲んでる僕はですね、特に見直さないといけません。見直すといってもね、食事の量を減らしてね、まあ、ただただ、この、なんて言いますか、痩せて体重を減らしたらええっていうのだけではですね、糖尿病のリスクはね、変わりません。実際にね、僕はね、何も変わりませんでした。このね、リスクが高くなる怖さにね、向き合ってからね、まあ、実際にはね、15キロ前後痩せたんですよ。しかし、その後の15キロ痩せた後のね、血液検査ではね、何も変わらず、むしろね、上がったらあかん数値がね、上がってしまいました。あんなにね、辛い思いしてね、15キロも痩せたのにね、結果はね、悪化してたというね、最悪の結果に終わってしまって、もう、ふてくされてたんですよ。まあ、そんなふてくされてたところにですね、やっと先月、通院の日にですね、管理栄養士さんにその時間を作ってもらって、あの、食事のね、改善方法などをね、教えてもらうことがね、できたんですよ。その時に教えてもらった本です、これはね。これはね、全国のね、本屋さんでもね、まあ、買うことができると思いますけども、僕の通ってる病院のね、コンビニにも売ったんで、買ってきました。このね、この糖尿病食事療法のための食品交換表っていうね、本なんですけどもね、その1日食べたらいいぐらいのカロリーを20分割して、その割合を、それぞれの食材に割り当てるという考え方ができるね、説明書なんですよ。20分割をね、20単位と考えて、1単位はどれぐらいなのかを割り当てていきます。そしてこの本のすごいところがですね、どの食材のどれだけが1単位なのかがね、すごいわかりやすく載ってるんですよ。例えばこの食材なら何グラムで1単位とかがね、詳しく載ってますし、まあ、写真でも載せてくれますし、すごいわかりやすいんですよ。例えばね、まあ例えば分かりやすくですけどね、朝食、昼食とかやったら、まあこうやってざっとね、朝ごはん、昼ごはんはこんなんがいいですよとかね、晩ごはんと間食、おやつもしっかり載っててくれてますね。これいいな、これね、フルーツとかやったらね、分かりやすいかな。これなんか四角載ってるでしょ、四角。ね、四角で囲われてる部分あるじゃないですか。これが1単位ですよっていう感じですね。リンゴやったら半分やし、この一番下のこれ何みかんですかね、これ。梨。梨も半分とかね。バナナやったら1本食べてもええみたいです。まあ、こんな風な感じで載ってるんですよ。あとは、あ、お魚ね。お魚も切り身やったらこんな感じ。サーモンやったらこの真ん中のところとかね。ブラックタイガーやったら6本とかね。タコやったらこんだけとか。わかりやすいですね、非常にね。あと一番見せたいお肉。お肉もこうやって載ってるんですよ。いいですよね。
分かりやすい、非常に分かりやすいですといった感じでね、載ってるんです。だから非常にこれ見てたら分かりやすいんですよね。あとね、そのお酒とかもね、載ってますね。お酒もね、お菓子も載ってますね。そこではね、絵じゃないんですよ。字で載ってるんですよ。字が表でね、載ってるんですよ。あと、まあ外食とかやったらね、例えばこれやったら、ラーメンやったら5から7単位とか、まあカレーライスだったら7から9単位とかね、卵サンドだったら4から6単位とか、結構こういう風な感じでね、載ってるんですよ。ビールだったら 200ml が1単位とかね、日本酒も載ってますし、まあね、その外食もね、あめったに行きませんし、甘いお菓子も食べませんし、まあ、もちろんね、その お酒も飲まないんで、この辺はあんまり見ませんけども、ここがいいなと思ったところがですね、その食塩が多い食品とかね、コレステロールが多い食品というところですね、載ってるんですよ。まあ、その同じ魚でもね、この魚は塩分が高いとかね、その肉でもね、部位によってはその塩分が高かったりするのでね、まあ、これを見るとね、その分量を考えたらね、結構使い分けができるような感じがしますね。まあ、といった感じでね、使えるのでね、食べるものをね、考えるのがね、すごくね、気が楽になりました。まあ、味に関してっていうのはですね、口の中のね、粘膜障害でもね、味覚障害がずっと続いているので、その美味しい味付けとかっていうのはね、あんま自分の料理とかではね、気にしてません。まあ、どの食材でね、体を作ってやろうかとかね、まあ、食べてね、口の中が染みるか染みないかで考えてます。ね、味付けが濃いとね、粘膜にすごい染みるんですよ。あの調味料を使うとですね、砂糖とか塩とか醤油とかあるじゃないですか、ソースとかね、味噌とかね、そういうので味が濃くなるとね、粘膜に染みますのでね、使わないんですよ。家族の料理を作るときにね、参考になりますのでね、その時はね、見るようにします。ね、もう家族も巻き込んでね、健康的な生活をね、送らせてやろうかとね、思ってます。あ、でもね、家族の料理の時にはちゃんとね、味付けはしますよ。家族の料理の時はね、クックパッドなどの、ね、ネットに載ってる説明書を見てね、その通りになるとね、美味しいみたいです。もうね、味見もできないのでね、僕には分かりませんけどもね、まあ、その通りに作ったらね、こういうのでね、すごい楽ちんです。説明書によってはですね、そのレシピね、レシピによってはですね、中火で5分とかってね、その時間まで書いてくれてるからね、安心です。ね、もうこの本にはね、調理方法とか書いてくれてへんからね、この、なんですか、日本糖尿病協会文光堂さんがね、料理本を出してくれたらね、いいんですけどね。まあ、でもそこは自分で考えろって感じなんですかね。この食材で工夫して見直しなさいってこととしてね、まあ、受け止めますけども、出てるんかな、どうなんかな、まだ探してみますわ。とまあそんな感じでね、まあ、この本とか、その管理栄養士さんからもらったね、どれだったかな、これや。このね、交換表、1ね、20分割してくれて、計算して算出してくれたやつね、わざわざしてくれたやつです。優しい管理栄養士さんがね、やってくれたんですけども、これとかね、見始めてから食材を選ぶことで、まあ、少しね、不安が解消されてね、気が楽になったというね、お話でございました。すごいね、いいですよ。わからん。分からんでもやってけえんかったから分からんかっただけで、ね、いざちゃんとこう自分の体とね、また向き合うとね、こういうことがね、徐々に分かってくると思うんでね、まあ、これもね、勉強やと思ってね、リハビリやと思ってね、しっかりね、頑張っていきます。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ね、そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。